まあ、SG の先生は鈴鹿先生と言われてるぐらいなので、SG が重要だと思いますし、やっぱり鈴鹿で大事なのは、頑張りすぎないコースくらいですか。お、頑張りすぎないのどういう、鈴鹿って常にコーナーが続いてるじゃないですか。うんうん、一つのコーナーを欲張っちゃうと、絶対次のコーナーがきつくなっちゃうと思うので、それをうまいか自分でセーブしながら、リズムよく走るのがコツだと、個人的には思いますね。実際そういうシミュレーターといいますか、うん、フランスリスボンみたいなもので練習することとかあるんですか。なかなかね、僕はマリオカートはやりますなんか初めて聞くの。マリオカートとかやったりします。